ひろみファクトリーレディオステーション。皆さん、日曜日の夜いかがお過ごしですか。もうね、今週終わりなのか始まりなのか全く分かりませんが、皆さんもね、今週まあもうね、朝晩は寒い、もう寒いのが苦手な私はですね、ちょっとママに頼んでですね、ヒートテックを買ってきてもらいまして、もう日々ね、ヒートテックをもう愛用しながらですね、この寒さを耐えてるというね、そんな状況でございます。まあ、今週まあ仕事をバタバタしてましたが、今週はね、墓参り行きましたね。ばあちゃんの墓参りにちょっと昼間時間がある時に、遊ぼうかどうしようか悩んでる時に、おそうだ墓参りに行こうと。まあそれでもセブンイレブンにたまたまコーヒーを買いに寄ったら、こうお墓に飾るような花が売ってたので、あこんなの売ってんだと思って、そしたらろうそくとライターとって全部売ってたので、いやコンビニ行って便利だなと思って、でそれで買って、山梨にね、あるんですけど、そこにちょっとお墓参りに行ったりなんかしてっていうね、そんな過ごし方ですよ本当にね。今週いろんなね、スカイラインの、3人を新潟まで見に行ったっていうね、 YouTube 上げたりしたんですけども、まあ、みんな好きなんですね、スカイラインね。本当に多くの方に見ていただいてって感じなんですけど、なかなかね、スカイライン良かったんですよ。でまだこっちにね来てないんですけど、もう車はねもう完全に出来上がってて、いつでもお届けできますよって言うんですけど、僕の暇がまだないので、それなのでちょっとまだワクワクしながら待ってるというね、そんな状況なんですよ。でもそれが来たら、その3人のGTR をあのまんまの状況で残すのか、それともなんかちょっといじるのかっていうね、ちょっとその葛藤をね、葛藤してんですよね。あのまんまね、綺麗に残しててもそれはそれでも、なんかきっちりいじってもそれはそれというね、どうしようか悩み中な感じですよ。まあとりあえずはね、あのまんまで一回ちょっと走ってみて、なんかちょっと雰囲気をね見てみてね、いろいろ決めていきたいと思いますんで、まあその辺のところもね、またYouTube でやると思いますけど、ここのところ本当にね、まあのりちゃんとね、おじさんドライブっていうのも撮ったんですけどね、皆さん見ていただいてると思いますが、FJ もね、のりちゃんが乗ってた FJ もちょっといじろうかなとか、なんだんだと、この車とバイクの数みたいなね。でもなんか FJ はね、なんかちょっと必要だし、いろいろ使い道もあるので、まあちょっといじりながら、あいつはなんか可愛くなると思いますしね。まあ、のりちゃんとね、青春話っていうね、これね、僕らよく、まあ、飲んでてもよくするんですけど、あんな話をまあ延々とこう、あの時代こうだったな、ああだったなっていう、これ多分ね確認してんだと思うんですよね。この時代って何があった、こうだよねっていうのを忘れないように、あんな話をねたまにするんですよ。で、あの時はこうだったとか、ああだったとかっていうのをね、自分の記憶と本当がこうどうなんだろうっていうのを確認しながら、そうじゃないとなんかどんどん忘れてっちゃったりとか、なんか思い込みで全然違う思い出になってたりとかするので、だからちょっとああやってね、まあのりちゃんとも藤井さんとかみんな集まると、あの時代こうだったよねとか、あの時こうだったよねとかっていうのを確認しないと、自分でもあそうだったっけ、これ俺違った感じじゃねえなんていうのをよくあるので、まあよくやるんですよ確認はね。まあああやって若い頃の、もう本当にのりちゃんはもう自分家に寝ない、人ん家を転々とする、で昔から朝早起きで、もう俺が起きる頃には朝一どっかの、近所の店に行ってパン買ってきてるよとかって言いながら、のりちゃんは仕事に行くとかね、そんな感じで本当にね家に帰らない、転々とする人だったっていうね、それはね間違いないんですよ。まあ、あとはね、天の川セブンセブンっていうね、もう本当に
西城秀樹さんの結婚式でですね、なんかやってくんねえかなって頼まれて、そうだな、なんかのうち何やりましょうって話してたら、なんかの表紙でなんかそういう出し物も面白いよねなんて言ってやったんですけど、大滑りしたっていうね、もう本当にあれのね、天の川セブンセブンの確認はね、2人でよくするんですよね。なんであそこ外したかなっていうね、いつかね、いつか天の川セブンセブンをどこかでねチャレンジしてみたいなって思ってるんですけどね、本当に、まあ七夕だったっていう、その結婚式の日が七夕だったから天の川セブンセブンっていうね、本当にね秀樹さんには申し訳ないことをしたというねそれはね本当今でもやっぱ二人ともあの辺を鮮明に覚えてるってことはやっぱ強烈な思い出だったんだろうね。本当まあいい思い出です、本当にね。そういう確認をねしながらじゃないとね、こっからねどっかでこう間違った記憶になっちゃうといけないので、そんな記憶をねたどりながらですね日々過ごしてんですけど、だからまた運転手話もしてたんですけど、これはねなんかのりちゃんの、ワウワウかなんかでそんな話になって、なんかまたひろみは運転手募集してるらしい、やりたいやついないのなんて言ったら、また常田が手を挙げて、で常田免許がないと、そんで今免許を取りに行ってるって、そのね免許取り立てのやつに運転させるっていうのはどうなのかっていうね、まあでもそれもね面白いかなと思って、あの運転させるさせないは別としてね、多分当分運転はできないと思うので、まあ SP っていうね全然意味で分かんない、ただそばに立ってるっていうね、何の危険もないのになんでそれが必要なんだっていう、あの常田なんかもう本当にねそこそこいい男だし、もうねテレビなんかでもねちょこちょこ見るんだけど、なかなかこう収入的にはきついんですって、だからちょっとアルバイト的にそういう運転手さんみたいなのやりたいとかね、なんかいやそんなにそんなもんなのかなと思ったんだけど、のそこはね聞いてもやっぱりねそんなにないらしいんですよ。なのでまあ一人もんだしね、なんかそこでも なんとなく生きていけるんでしょうけど、まあなんか彼もそういう遊びに、遊びっていうんじゃないけどね、ちゃんと仕事は仕事ですからね、頑張ってやってもらって、まあ給料も払いますし、それでね、SP に本格的になっていくのか、また芸人としてねすごく売れていくのかっていうのはねよくわかりませんけど、まあ SP として生きていくっていう方法はあまりないと思うんだけどね、だって危険がないからそんなにね、でもまあねそんな遊びを、遊びというかね彼にとってはねお仕事ですけど、そんなことをやりながらまたね、ちょうどね多分去年の9月10月とかそんぐらいなんだよな天心が来たのが。ほんでもう3月ぐらいにはいなくなって、半年ぐらいしかいなかったんですよね天心木村はね。なのでバッドナイス常田ね、バッドナイス常田がですね、そんなことでですね、多分もう今年中にはなんか報告があって、僕の運転試験とかね SP 訓練とかそういうのをね、やっていく YouTube もね、お送りすると思いますが、あんまりそういう YouTube って出したらいいのかな、なんか面白いのかなね、そんなのもね、ちょこちょこやっていこうと思っておりますよ。なのでもう11月も終わり、もうね、もうそろそろお正月番組の収録も始まって、まあ今日もねそんなの言ってきたんですけど、なのでもうね僕たちはもう1ヶ月ぐらいちょっと先に動いてるというのがあって、もう暮れの番組だとか正月番組もねそろそろこっから撮り始めて、皆さんにねまあ明けましておめでとうございますなんていうのをお正月にね見るようなことになると思いますが、まあとにかく今年はなんか寒そうだな、なんかちょっと去年よりか寒い感じがするし、風邪ひかないようにね、まあコロナも落ち着いてはいるっつってもね、コロナにも気をつけながら、まあ消毒とかマスクとかしてるからあんまり風邪もひかないしね、とりあえずなんか風邪ひくと、あコロナですかなんて言われそうだし、なのでちょっと気をつけながらこっから12月ね、もうあと何日かで入ってきますんで、皆さんもねお体にお気をつけて、さあそういうわけでね、また月曜日から頑張ってね、皆さん頑張ってやってください。私もね頑張って、月曜からまたねバタバタしてんだよな本当に、
そんな感じでございます。皆さん、また、またお届けいたしますんで、よろしくお願いいたします。ではでは、さよなら。ありがとうございました。